こんにちは、ぐっちです。こんにちは、きのすけです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。最近車からの映像が多いんですけども、今日はどこに行こうとしてますか、きのすけ。川崎プラザ、大阪鶴見さんです。そう、また最近ちょっと行く回数が増えた川崎プラザさんなんですけど、今日が3月じゃない、今日は4月か、はい、4月の25日なんですが、川崎プラザ大阪鶴見では今イベントをやってまして、うんうん、何やら忍者 H2 が来とると、うん、でツイッターにも、まあ、先週もね、なんかね、行きたいよねって言いながら行かずに土日が過ぎてしまって、うん、どうしようかなって思ってたら、昨日かな、インスタとかツイッターで行ってきたよというのが上がってまして、うん、いかんわけにはいかんかと、うん、いうことで、大阪鶴見まで今向かってます。なんか明之助からすると忍者 H2 でしょみたいな、うん、なんでわざわざ見に行くのみたいな、うん、な感じなんですけど、はい、多分明之助の言う H2 ってのは H2SXSE やと思うね。確かに、はい。今日見に行くのは忍者 H2 です。うん、何回も聞いた。H2?H2?H2、はい、H2 です。SXSE じゃないです。SX じゃないんだ。H2 を見に行きます。忍者 H2 を見に行きますと。それでは、川崎プラザまで、ワープ。と。こういう塩の干上がった塩湖なんですね、うん、おお、なるほど。塩湖が干上がって、はい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 、塩の平原なんですよ、真っ白い。はい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 。なのでですね、まあ、バイクもそうなんですけど、うん、ブーツからタイヤがガビガビです、うん、塩で。はい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 。でしかもこのようにですね、うん、約直線距離で8キロのコースなんです。はい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 。幅が20メーターぐらいあるんですけど、うん、まあ、オートバイと車一体機ですので、こういうふうに輪立ちができてるんですね。硬、うんうんうん、いんですよ、もちろん、うん、地面は硬いんですけど、うん、正しくちょっとデコボコにもなって、はい、ですから幅が20メーターあるとはいえ、うん、実際300キロ以上で走ると本当にこういう狭いラインをきっちり取らないと、はいはいはい、やっぱり振られる可能性があったりとか、うん、まあ、そういう危険性の中で一応、うん、市販車ベースで330キロ以上出したと、はい、これ HSS プラスとかあの辺とはどういう風に違うの？まず SX プラスとか、うん、あっちに搭載されてるのは、うん、あちらどちらかというとスーパーチャージャーなどのツーリングモデルっていう区分けが大きくありまして、うん、エンジンもですね、バランス型スーパーチャージャーエンジンと言いまして、はい、第2世代のスーパーチャージャーエンジンなんです、うん、何が違うかというと、うん、やはりツアーラー向けに、うん、元々あるスーパーチャージャーエンジンをリニューアルしてます、はい、何が違うかというと、例えばその一つのインペラなんですけど、右がレーサーの H2R に搭載されているインペラ、うん、はい、で左が、バランス型スーパーチャージャーに搭載されている、うん、インペラ、うん、同じ刃の数は12枚なんですけど、うん、角度が違う。そうですよね。よーく見ると、こちらの方が出口がちょっと寝てるんです、はいはい、わずかですけど、羽、うんうん、の数は一緒なんです、うん、でこちらの方はどちらかと立ってるんですね、はいはい、でそれぞれこうヘアラインというか空気の道筋がついてるんですけど、最大これ、ね、一番エンジンの回転数によっては1分間で14万回転まで上がります、はいはいはい、のでその超高速回転の中で、うん、
耐久性を持たせて、しかも軽さ取れさせなきゃいけないので、うんで、これあの厚みは1ミリです、うん、1ミリですけど、あの耐久性を持たせてます、うん、で万が一何らかの異物が入って、はい、ここで破損したとしても、うん、中のエンジン内部であの潜り込まないように、ちゃんとそれは二次三次ガードがこの中に施されています、うん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 、で結局この羽の仕様もそうなんですけど、うん、そういった微妙なセッティングの違いによって、うん、驚異的な燃費向上を果たしています、うん、で実際のこれはもうお客様から私が聞いた燃費、実燃費ですけど、HSX の燃費が大体リッター17、8から最大で20キロ強いくそうです、うんうん、これはちょっと私も初めてびっくりしたんですけど、はい、ぐらいで対してこっちのレーサーの方はリッター10キロ切るなので、まあ、いかにこっちはパワー出力重視、うんうん、こっちはやはりツアーラーとしての機能を持ちた電気も向上した、うんうん、バランス型チャージ、この違いがあります、はい、ですから乗り味も、まあ、よりこっちの方がパフォーマンス的には高いんですけれども、うんうん、ただこちらのツアーラーモデルもこういう、まあ、快適な乗り味とプラス時にはブーストを利かした家族感も味わえる、そのね、ちょっと魅力が詰まった時代 10R とかで比べたら加速全然違う、加速の出方っていうか、なんかフィーリングはやっぱり違います、ね、やっぱりブーストが効いて、はい、あと、本当にスーパースポーツだと、うん、ファールの出方っていう特性が、まあ、従来の4気筒の感じなんですけど、うん、こっちはやはりブーストが効いてっていう感じで、なんていうんじゃないですかね、ちょっとこう走ってるとこのインペラーがキュッキュッとこう空気を送り込むシュインシュインって音がやっぱりライダーに伝わってくるので、構造はどれも一緒なんですけど、フロントのこのエアダクトからこのダクトラインを通って通った先にこの部品があるんですけど、大体ここの流速が時速360キロくらいで通過します。で、行った後にここに来るわけですけども、これがまあ最大14万回、あ、はいはい、赤く塗ってますでしょ、はいはいはい、あそこなんです、はいはい、でちょうどここにスーパーチャージのバッジがついてるじゃないですか、はい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 、それがここなんです、うん、ああなるほど、あれに、はい、あれに、はい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 、なるほど、下がグラビですよね、そうですよね、見て、はい、こういうのもなんか一瞬でもう、あとこのお表紙の臨機塗装、鏡みたいな塗装なんですけど、はい、これも最終試験というか、当然アメリカとかでもされてるんですけど、非常にこの映り込み具合、はい、気をつけたそうです、はい、というのが、あまりにも鏡すぎて、当初もっとこのようにギラギラ光ってたらしいんですけど、あまり光すぎると、例えば車運転してアメリカの国で、キラッと太陽光が、まぶしいけど、もしそれで、何かアクシデントが起きたらね、うん、それだけでちょっと訴訟になるのが違うので、これの東京の光り方っていろいろ工夫がされたみたいですね。さて、実見てきました。はい、なるほどね、なるほどね、なるほどねって感じになりますね。そうか、ああいうレースに実際出たっていう車両なんですね。そうです、なんで実際に走ってた車両で、まあ、市販車ベースで最速が出たというやつだね。うん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 、その実物がそこにあって、スーパーチャージの説明がありましたと。うん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 、まあまあまあね、普通に買う HSX SE プラスとかと比べるとやっぱり違うってことが説明いただいたんで良かったですかね。はい、我々が買うのは多分 HSX なんだろうね。そうだね、うん、買うとしたら買うとしたらなのかな。そうやな、そうやな、買いたいな。何を言うとんねんお前。だってあれ、エクラスの方が欲しいじゃん。うん、じゃあれ緑やから赤くすの。そうやね。せやね。せやね、あれ赤くするんだで。あれは赤く染めるんやで。それはちょっと大変だな。めっちゃお金かかるな、あれ。ああ、まあ、人選と入れ替えやね、この時は。
レブルじゃないな。レブルではない。でもあれがレブルとどっちかを争ったバイクです。ある意味争った。うん。うん、はい、じゃあでも川崎ブラザで見ていきました。はい。なかなか見れるもんじゃなかったものを見てきたんで、うん、まあ、いい経験になったんではなかろうか。はい。また明日から頑張ります。はい。ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。それではご安全に。完全に。